情報工学工房のガイダンス、ゲームとパズルの計算量の説明をしていきます。担当します、岡本芳生です。よろしくお願いします。このテーマ、まず概要を説明します。規模人数は若干名、まあ、2、3人を考えています。必要技能ですけども、2つあります。1つ目は、離散数学論理回路に関する素養があることです。まあ、そのような名前の授業をですね、履修して単位を取っている、あるいは、まあ、履修中であるならば、まあ、素養があるというふうに見なそうと思いますし、まあ、そうでなくても、そのような素養があることが、まあ、確認できれば、それで、この要件を満たしているというふうに考えます。で、二つ目は、英語文献を読むのが苦ではないこと。まあ、どのような方法を、使っても構わないと思いますけども、英語文献を、使っていくということが多いと思いますので、この点は、必要技能に含めておきます。実施時間帯ですけども、まあ、2週に1度程度、金曜午前に集まろうと思っています。まあ、これは、2週に1度程度っていうのは、まあ、これ目安なので、実際にそうなるかどうかはわかりませんけれども、金曜午前に、まあ、何度か集まるということはしたいと思いますので、まあ、金曜午前の時間帯は、開けておいていただけると良いということになります。で、まあ、集まらないときは、まあ、Google Classroom とか、まあ、多くは、実習で進めるということが多いと思います。まあ、ということなので、まあ、金曜午前のこの2週に1度程度、まあ、集まる時間帯に、来ることができないということもあるかもしれないんですけども、まあ、そうであっても、このまあ、Google Classroom とか自習法でまあ参加していただくことができれば、まあ、それでいいかなというふうに思います。まあ、ただ、金曜午前の方はできる限り参加してほしいというふうには思っております。はい。で、どういう内容かと言いますと、なぜゲームやパズルが難しいのか、なぜゲームやパズルが楽しいのか、ということを数学的に解明し、ゲームやパズルの計算複雑性解析が行えるようになることが目標です。あまりプログラミングはしないかもしれませんが、するかもしれません。最終的に解析内容を対外的に発表することを予定しています。というものです。はい。細かいことは、この後説明していきます。で、まあ、注意なんですけれども、登録時にですね、自由記述欄とか、アピール欄というのがあると思うんですけども、そこにですね、この必要技能が、あることを、ちゃんと、書いてください。で、まあ、必要技能が、あると認められない場合にはですね、もしかしたら、このテーマの選択をですね、遠慮してもらうこともあるかもしれませんので、その点は十分にご注意ください。はい。でですね、どういうことをやってるのかというと、まずですね、まあ、基本的にはですね、まあ、初めにこのゲームとパズルの計算量っていうものがどういうものなのかってことを、まず勉強することから始まります。で、まあ、いろんな概念があるんですけれども、まあ、それはですね、先ほど言ってきたその必要技能のですね、まあ、離散数学とか、論理回路の、まあ、素養があればできるかなと思いますので、で、まあ、その素養をもとにして、まあ、そこに付け加えていくような形で、勉強していくというような形になります。で、勉強ができたらですね、そのゲームとかパズルの計算量というものを実際にその調べていくという部分になります。まあ、これはですね、研究と言ってもいいと思います。皆さんはですね、4年生になったら卒業研究というものを行うことになるんですけども、まあ、今回やるこのテーマがですね、行う内容は、まあ、それに匹敵するような内容かなと思いますので、まあ、それの予行演習みたいな形だと、卒業研究の予行演習のような形だと思ってもらっても構わないとは思うんですけども、まあ、そういうようなことをやっていくということになります。で、その研究成果を大々的に発表していくという内容です。まあ、そんな感じですので、まあ、向いてる人はですね、まあ、その離散数学とか計算量理論というものに興味がある人、ですね。まあ、その計算量理論っていうのはどういうものか知らないかもしれませんけども、まあ、そういうなんか言葉を聞いたことがあれば、まあ、別に興味があると思ってもらっていいかなと思いますし、二つ目ですね。将来アルゴリズム研究をしたい人、なんかそういうそのアルゴリズムが好きな人、アルゴリズムを考えるのが好きな人っていうのはですね、向いてると思います。はい。ではですね、実際、最終的にどういうことができるようになるのかっていうことの目標なんですけども、まあ、この2つあるもののどちらかという形になります。ゲームやパズルが難しいことを数学的に証明する、あるいはゲームやパズルを使ってコンピューターを設計するということですね。まあ、これがですね、初めに言ったその、ゲームやパズルの楽しさとどうつながっていくのかっていうのは、まあ、その勉強しながら、分かっていくかもしれないことになります。で、上の方ですね。
例えばこのゲームやパズルが難しいことを数学的に証明するってことなんですけども、実はですね、このようなですね、研究がですね、すでにたくさんのゲームやパズルに対して行われていてですね、まあ、ここには2つだけ挙げているんですけども、まあ、例えば、この数独は NP 完全であったりですね、倉庫版は P スペース完全とかっていうような、まあ、そういうような形のですね、言葉で表されるようなことが数学的に証明されています。で、まあ、ここでその数独とかですね、倉庫版って言ってるのが、このゲームやパズル。の、具体的な名前になります。NP 完全とかですね、P スペース完全と書いてあるものは、これはですね、まあ、皆さん今この段階 で知ってなくても良い概念なんですけども、まあ、これはその計算量理論とかですね、離散数学における、概念、考え方になります。まあ、ここら辺をはじめこれ学んでいくということになるということになります。はい。で、もう一つの方ですね。ゲームやパズルを使ってコンピューターを設計する。これ何を言ってるんでしょうという形なんですけども。例えばですね。こういうのもですね。いろいろな研究がもうすでにいろんなゲームやパズルを、に対して、知られてるんですけども。例えばこのマジック・ザ・ギャザリングを使ってコンピューターを設計するであったり、このババ・イズ・ユーっていうゲームがあるんですけども、それを使ってこのコンピューターを設計するとかですね。そういうようなことがありますので、まあそういうようなことをですね、他のゲームやパズルを使ってやってみようということを考えています。でですね、まあそういうことをやるために、この1年間、数年の授業でどういうことをやっていきたいかというスケジュールなんですけども、まず、まあ前学期では、先ほど言っていたような、その NP 完全とかですね、P スペース完全のような、概念、まあその計算量理論とかですね、そういうものの、まあ計算理論に関する基礎を学ぶということをするのが一つと、もう一つはですね、皆さんが実際にその研究対象とするゲームやパズルを選ぶっていうところをやってきます。でですね、先ほどちょっと言った通りですね、もうすでにですね、多くのゲームやパズルに対してですね、このような研究というのが行われていたりするので、で、ここではですね、その新しいことをやりたい、研究をしたいので、今までですね、そういうものが調べられていないゲームやパズルを選ぶ必要があります。ということなので、まあそういうものの調べ方とかですね、そういうことも、ここで、考えていくということになります。で、これは前学期です。で、後学期はですね、その、まあ選んだ対象とした、そのゲームやパズルを数学的にその研究する、考察するということをしていって、その研究成果を発表するということを行うというのが、この1年の流れになっていきます。はい。このようなテーマに興味がある方、ぜひ、チャレンジしてみてください。以上になります。